一番うまいのは料理ってね、それっぽさって大事だからね。うん。最初の挨拶でこじらえる料理研究家ナンバーワンです。今回はですね、もう僕も限界になってきたんで、限界を超えるピリオドを向こうへ、そんな料理を用意してきました。今回ピリオドを超える料理はですね、アヒージョです。うぅ、酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ、飲める飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞ。はい、やっていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介していきたいと思います。今回はね、アヒージョといっても何のアヒージョなんですか。チーズのアヒージョです。で、避けるチーズ、普通のナチュラルチーズをアヒージョにするとどうなるかっていうと、溶けちゃって全然美味しくないですよ。避けるチーズのアヒージョは、避けるチーズってこれ火を入れてもね、溶けないんですよ。実はこういう性質があるんで、これはね、普通のチーズでやるんじゃない、ナチュラルチーズでやってないんですけど、この避けるチーズなんでね、溶けないチーズでやってます。今回溶けない避けるチーズと、あとこのエリンギね、あのチーズだけだとくどくすぎるんでエリンギ使います。そしてニンニクが3かけ、あと唐辛子ね、唐辛子とか好きだから、あと概要欄ね、概要欄、概要欄に書いてある。これはね、ツイッターでバズったんですよね。避けるチーズとかけまして、唯一の時はその心は今まとまんなかったわ。バップだね、バップ、バップだわ。バップリー、ひよってるやついる？いねえよな。はい、飲みます。達也、はい、よし。ありがとうございます。最高やろ。ひよってる？いや、ひよってないです、うん。じゃあやっていきたいと思います。まずね、アヒージョですからニンニクですね。材料説明できたらもう怖いもんなし。まずニンニク潰していきます。避けるチーズのアヒージョ最高よ、本当に。はい、でこれね、潰したらね、これ入れるんですよ、このスキレットにポンポンポンって。そしたら次ね、エリンギ、エリンギはね、ちょっとね、こう、なんていうのか、輪切りにするとね、すごくいいっすよ。輪切りにするとね、食感もいいし、何よりアヒージョとして食べやすい。ちょっとこう、大きい方が。で、これも入れちゃうね、これも入れちゃう。で、次ぶった切るんですよ、こうやってぶった切ってください。あー、ほんとごめん、ほんとごめん。で、ここにチーズね、チーズね、入れちゃうの。もうこれね、チーズがね、これね、普通のチーズだと溶けるのに、なんと避けるチーズだと溶けない。入れました。で、ここにお白だしです。 100ml あたり 10g の塩分のものを使ってますからね。それ以上のものを使うんであれば、ちゃんと増減させてくださいね。白だし、これはね、キノコに味をつけるために白だし入れます。あとお塩、学ぶ一つまみです。はい、まあ、これはね、後から入れてもいい、後から入れても、はい。そしたら唐辛子、もうここでも入れちゃう。唐辛子、僕はね、昔から言ってる、ね、アヒージョにして一番うまいのは避けるチーズだっていつも言ってるんですよ、これ。で、唐辛子入れました、あれば。で、オリーブオイルはこれね、ひたひぐらい、ひたひたじゃないですか、ひたひぐらいですよね。はい、な、半分浸かるかぐらいでいいです。これぐらいで、あんまり入れちゃうともったいないから。で、オリーブオイル高いから。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。やります。今火かけてます。で、その間にバゲットね、これ別に食パンとかでもいいですよ、切った食パン。これね、焼いていきます。軽くね、軽く焼いて、これ一緒につけたら、アヒージョって一緒につけたら美味しいじゃない。
で、沸いてきました。沸いてきたら弱火にするんですよ、皆さん。最初はね、強い火で沸かしていいんですけど、沸いてきたら弱火。なぜかというと、アヒージョは、はい、はい、皆さんご一緒に、アヒージョは揚げ物じゃなくて煮物です。なので、強火じゃない、油で煮ていく料理なんですね。なんで、見てください、皆さん。チーズがね、なんかトロッとしてきたなー。僕ぐらいトロッとしてきたなと思ったら完成です。だんだん火が入って、これチーズが、チーズがとろけてくるんだけど、見て、箸でつかめるぐらいね、見て、チーズが箸でつかめるぐらいとろけてるのに原型保ってるんですよ。これなの、このとろけたチーズが美味しいの。あー、これこれこれ。あとはね、もう煮込んで、キノコと火が入ったら完成なんだよね、これね。だいたい5分ぐらい。そしたら、最後にパセリ。ね、パセリかけると、それっぽくなるから。料理ってね、それっぽさって大事だからね。ということで、かけるチーズの火を。完成です。はい、ということで、さけるチーズさん以上できました。いただきたいと思います。今田さん、もうね、これもうね、脱ぐ。もうエプロンなんか着て、くつろがしたじゃねえ。白ワイン、今日はセブンイレバーンで買った。カリフォルニアのワインだね。辛口だって。いいんじゃないの、これ。うぃー。じゃあ、いただきたいと思います。とろけとる。見てほら、すごい。どうこれ。うん。これ久々に食ったけど、やっべえぞ。最高にま。避けるチーズ。最強に美味しいんだけど、足の吸ったエリンギがあるからチーズが映えるね、これね。これはうまい。さすがにうまい。さすがにうまいです。味を吸ったエリンギと弾力があってミルキー感のあるこの避けるチーズ、相性最強だね。まさにアヒージョ感のマイキーです。ということで、立てた。乾杯。はい、うん、うわ、すげえ、うまっ。俺らが大好きなんでしょう。うわ、うめえ、これ、ほんとに。あ、ワインいった？いや、いってる。いってる。うん、ひよってはないです。ひよってない。はい、ひよってるやついねえよな。いや、全然いないですよ、それは。これからもうガンガン、これでね。うん、ガンガンいっちゃう。白ワイン1本とか。うんうん。もう、余裕だわな。ガンガンする。本当に美味しい。でもマジで、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで今日の避けるチーズの味噌いかがでしたか。マジ避けすもやせそう。僕もバケット1杯で1杯飲んじゃったからね。これね、エリンギじゃなくても美味しいんですよ。しいたけでも、しめじでも、いろんなキノコ類で、キノコって出汁吸うんで、出汁と合わせていただいて、で、このチーズのうまさを感じていただく。このね、アヒージョ最高にうまいんで、皆さんぜひ試してみてください。でも溶けてないでしょ。そうっすね、確かに。程よいこのトロトロ具合と、なんでいつも敬語なの。なんでいつも敬語なの。いつもそういう感じ。いや、いつもそういう感じじゃない。ゴリゴリのタメ口。ゴリゴリ、俺に一番タメ口使うじゃん。一番って、タメ口一番とかない。